蝶々夫人の 蝶々夫人の、登場の場面、長崎の町の町の長崎はたくさんの丘でできていますから、下からね、下から蝶々さんが登っていく、の蝶々さんの入場のシーンをちょっと歌ってみます。これから結婚式に彼女行くところだから、一緒のね、お付き添いのお友達とか親戚の人が付き添ってくれてるんだけれども、花嫁衣装着てますから結構大変なんですよね、歩くのね。だからアンコールパソル、アンコーラウンパソルビア、アンコーラまだもうちょっとあと一歩ぐらいかなみたいな感じで言っててショプラノとしてこのファから始まるっていうの結構大変なんですよ。同じファが続いてきます。それでまたアスペット待ってって言ってる子を会話のように、会話のね、ようにね、待てっていうふうに、そんなふうに軽く優しく可愛くいうところですね。長崎の町を思い浮かべてください。行った方はね、想像すると丘がいっぱいこうあって、その上にね、蝶々さんの、ピンケルトンピカントンと一緒に暮らすね、愛の巣館があるんですね。そこまで彼女は歩いてって彼が待ってるんですね。それのね、登場のバーテフライの一番最初のアリアですね。彼女のその気持ちがワクワク、心がワクワク、愛する夫となる人に会いに行く最初のところのアリアですね。同じ音をね、何回もこれは今のところは C。で、ここの前はラだったり、ラになったり、シになったり、ファになったり、同じ音を
何回も繰り返すのが、プッチーニのねスタイルですね。喋るように歌う。これはね、あのテクニック的にもとても役に立ちます。プッチーニの音楽、プッチーニのアリアを、歌うのにとっても役に立つのは、息を力強く成長させることができるんですね。でもね、プッチーニだけ歌ってちゃダメなんですよ。プッチーニだけ歌っちゃうと今度はね、あの息が太っちょさんになって軽いね動きができなくなっちゃうんですね。だからずっとあのプッチーニを、ずっとって言っても1週間ぐらいやってなかったので、ちょっとあのやってみました。アジリタと言って、あの16ボンプとか8ボンプがね、こう早くなって歌ってるアリアばっかり歌ってると、あの息がそういう風になってしまいますから、それはそれでいいんです。息は軽くないといけないから。声っていうのは軽いんです。声はね、軽いと遠くまで届きますから。ただそれだと弱ってしまうんですね、息っていうのは。だから例えばその走ることで例えると、50メートル競走ありますよね。50メートル競走バーって走って、今度は100メートルになってっていう風に筋肉をどんどんつけて、ダッシュの仕方だとか、今度は100メートルになったらどこになったら、あのもっと強く走って最後のね、あのスパートを効かせるか、そういうのととってもよく似ています。100メートルができたら今度は200メートルって、そういう風になってきます。曲の使い方によって自分のテクニックを磨いて育ててというね、やっぱりあのそういった考えをしっかり持ってやらないと、で好きだからとかそういうんじゃなくて、自分が今どういうことをあの必要としてるのかっていうことがね、とても大切ですね。自分を知るということ、もちろんそれで好き嫌いありますけれども、自分を育てるには好き嫌いね、ダメですね。肉嫌い、魚嫌い、野菜嫌いだとやっぱりそういったあの栄養不足な体になってしまうから、音楽もそれととっても似ています。最後にプッチーニは、オクターブをねとっても愛しました。もちろん他の作曲家もそうなんですけれども、どういうオクターブかっていうと、ものすごくこう幅 の広い、筆で言うんだったらあの書道で書くような太い筆ですね。あれをね、あれでダイナミックにあの表現する、そういったオクターブの表現がプッチーニのスタイルですね。それをあの歌っておしまいにします。この 一幕の蝶々夫人の一幕の終わりの方で、ピンケットンと の愛の受賞があります。エアンコールまだっていう、アンコールっていうそういう言葉があって、ラというオクターブで歌います。これはやっぱりテクニックがないと、テクニックっていうのはつなげるレガート手法、上から軽く滑らかに支えて、腹で支えてって、いろんなテクニックの説明がありますけれど、これができないとあの喉に引っかかっちゃいますね。それでアンコールでおしまいにします。これがね、いくつも出てきます。こういった感じの。こういったことがあの表現できると、本当にあの歌うこと、音楽を表現することがとても楽しくなっていきます。それでは、皆さん、聞いてくださってありがとう。またね、お元気でね。チャオ。